どうも、はやいですでーす。こんにちは。さあ、ということで今回はセブンイレブンさんとのコラボ企画、石器水の洗顔を使った企画に挑戦したいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。題しまして、石器水の弾力泡で泡タワー対決。イエーイ。いいタイトルでございます。ということで、この洗顔はですね、めちゃくちゃ弾力性のあるクリーミーな泡が特徴なんですが、その泡を使ってどれだけ高い泡タワーを作れるか、2チームに分かれて対決していこうという。これ使ってる人いるんですよね、はい、実は。はい。あら、ずっと使ってます。5年ぐらい。本当に愛用してますこれ。これこそ前乗りとかでちょっと外とかに出るときは荷物最小限で行きたいから、はい、持っていかないの洗顔とか、はい、そういうところでコンビニでサクッと買えるからこれたまに使う、はい、あ、確かにサイズ感ちょうどいいな。何が違うんですか？洗うじゃないですか、顔を、はい、顔を洗った後に、うん、洗い落とすじゃないですか、顔を、うん、はい、顔長い洗い落とすと、もう違うんですよ。何が違うと、はい、洗顔する前にした後で。ちょっとガリさん、じゃあちょっと手で試してもらっていいですか？ちょっとやってみてくださいよ。うわ、袖まくればよかった。今の馬は違うから。なんで袖に気づいてる？そっちか。こんくらいかな。まあ、クリーミーだね。まあ、ちょっとぬめりっていう表現が一番近いかもしれない。いい意味でぬめってる。ぬめってる。いや、ほんとなんか失礼なんだよ、ぬめるとか言うの。もうどんぐらいやるのが大体いいんですかね。洗顔ってどんぐらい、作者どんぐらいするの？どんくらいしてる？な、もう10秒とか。10秒？そんなさらっと。そこで大丈夫。乗せてすぐよ。正解ですか？え？そう。俺じゃ、この洗顔に対する知識の量の少なさね。これやればやるほどいいと思ってた。ね。でもなんかちょっと触ってみんな。じゃあ最初にガリさんの手が。ガリさんの手。あ、いい手だね。いいね、やっぱり。じゃあ次、セクシーさんの、うん、ね、ここで洗って、はい、ここで洗ってますよ。はい。しかも言うよね。ということで、ここからですね、泡タワー対決の前に、弾力性のある泡を作る方法をですね、ちょっと教えていただこうと思います。レクチャーしていただける。そうです。素晴らしい。じゃあ泡の作り方を教えていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。まず泡を作る一つ目のポイントは、はい、泡立てる前に手をしっかり洗っておくことです。そうなんです。手にちょっと汚れが残ってると綺麗に泡立たないんですよ。2つ目は洗顔クリームと水と空気をよく混ぜながら泡立てるのがポイントです。水で溶かしていくことで洗顔クリームが溶け出して、さらに空気を混ぜていくと立体的になっていくっていう。空気ってどうやって混ぜるんですか？はい、ちょっとやってみたいと思います。結構を入れていたことがあって、入れちゃうんだ。水がちょっと過ぎるとクリームが溶けないので、結構かなり、そうなんです。思ってるよりお水入れた方がいいです。あ、すごい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 。めっちゃ泡立ってる。平面的よりは立体的にちょっと角度をつけて、なるほど、効果。そうなんです。作って、空気をうまく入れていくと、うん、すごい。すげえすげえすげえ。ここの空間がやっぱ大事。そうですね、はい。僕こうやってやりがちだよね。確かに確かに。そうですよね。5円チルよ。おお、マジですよ。すげえ。手だけですよね。手だけです。はい。そうなんです。泡立てネット使うと、もっときめ細かい泡が、お水と空気とベースをよく混ぜていく。お水ポイントですね。なるべく濃く塗るってイメージだと思う。うわ、すごい。そうなんです。うわ、すげえ。うわ、すげえ。まあまあやな。今のところいつまでもペーストのまま。あー、伸ばし続けてた感じだったんですけど。そうなんです。泡にならないんですよ。そうなんです。はぁ、すごい。おー、おいしそう。おいしそうだね。しかも泡崩れないね。そうなん
ソフトクリームやん。あ、これおーすごいすげえ、おーやばすげえ、すごいすごいすごい、気持ちいいねこれ。これすごいわ。こんな風な泡ができると、はい、このように遊ぶことができるんです。泡アート。おお、わすげえ、すげえ、どうやってやってんの、すっげえ。え、あれはちなみに何の動物ですか。ですか、あれ、なんだこれ、うんうん、バブルアートだ。まさか洗顔でできちゃうんですね。素晴らしいわ、楽しいです。さあ、ということで、はい、皆さんちょっと今ね、泡の…でもエリカルタなんでエリカルタ触れんなよ。お前、触れんで、今他が見てこれエリカルタの方がかっこいいかなって。いやいや、お前ちょっと待って、ドラキュラみたいな。さあ、ということで、耳流してください。ほんとめんどくさいな。さあ、ということで皆さん、泡立てのね、コツが分かったということで、対決する前にちょっと対決してみたいと思いますね。対決ちょっと練習してみましょう。声かさないでしょ。はい、あれ終わったということで、じゃあちょっとガチ練習タイム、はい、行ってみたいと思います。できそうですか、みんな。めっちゃ出して。どうです、さっきの見て。いや、ちょっと。いや、これ、賞味できる。意外と簡単そうに見えましたよね。うん、いや、実質簡単じゃないかな。お水くやってる。はい。どうですこれ。あれ、下手あれ、違って。あれこっからだから。あ、待って。ごめんなさい。できましたー、できてない。まあ、さくちゃんでも、あ、なんだかんだ、ちゃんとできてる。来てる、来てる、来てる。俺ら最後汚すぎる。めっちゃ汚い。ごめんなさい。手がごめんなさい、こっちばっかり言い過ぎました。水くん下手ですね。水くんお前分かってない、こっからだから。一番真面目にやってるのに一番分かってない。俺さ、辛いって辛いって辛いって。泡立てるにやっぱネットを使った方がいいということ。確かに。ちょっとそれも練習してみましょうか。いいですか。うん、全然じゃあちょっとね、あ、違う、全然すげえ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 、はじけて。うわわわわわ、あ、これやっぱ使うと簡単だね。あ、すごいすごいすごい、おー、すげえ一発で。泡の量尋常じゃない。つか泡落としたのかな。あはははは、見て見て見て、おっ、すごい、落ちない。橋本ちゃんは多分落ちるからやめた方がいい。でも多分俺のはみずみずしいから多分。おー、すごい、すげえ、いけた。練習終了と、はい、いうことで、はい、じゃあさっきみたいなちょっとアバアート的なやつ、うんうん、対決の前にちょっとやってみましょうか。あ、やりたいです。かわいい動物を作ってくださいね、皆さん。ありがとう。うわ、やばい、水くんやばい、来てる。袋。ちょっとごめん、こいつ、こいつ、どっち、あそこの部分、あそこ、取っちゃったね。そこ、なんかソフトクリームの先みたいな。いや、むずいぞこれ、マジで。さっきの写真相当すごいってことだよ。いや、あれすごいね。できました。僕が作ったのはこちらです。お、なんだよこれは。雪だるまです。お前、動物って言ったんだよ。雪だるまは動物じゃない。うん、なん、うん、なんか難しいな。なんかそのちっちゃい子の夢を壊すことも言いたくない。よし、来た、この流れで鳥。お、すごくない。え、すごい、おー、すごい。鳥や。白鳥とかの類かな。うまい、なんかマスコットキャラクターみたいじゃない。美しい鳥じゃん。あ、ジモンさん来た。はい、チオネコです。怪物じゃねえ、目の量。目の量おかしい。違うんだよ。目、違うんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。違うんだよ。子供のトラウマになりそうな猫を作ってしまった。まあまあまあ、でもまだ猫だってね。まあ、猫猫猫。まあまあまあ。どうですか、水着だれ、水着だれ。どうした、どうした。全部こだわってね。何にごましがついてる。何してんの。馬を作っておりました。馬、おー、馬作った。結構、泡立ても下手なのに、ずいぶん難しいもん挑戦したね。目をつけたいと思い、ごま塩をつけた瞬間、崩壊いたしました。弱っ。泡タワー対決。そうだった、はいはいはい。対決に行きたいと思います。最終的にタワーが高かったチームにセブンイレブンさんから積水シリーズの詰め合わせセットをプレゼントします。シェー、欲しい。まあ今からね、始めていこうと思うんですが、はいはい、あまりにそれだけだとシュールすぎるということでですね、この洗顔料を使えば肌がスベスベになるということが皆さん分かりましたよね、うん、はい、ということで、滑らない話を皆さんに考えてきてもらいました。もらいました、もらっていました。もらってないですね。今考え、まあ、考えていただくと。おせっかくなんでもらえますみたいな。今から考えると思うんですよ。考えてもらいますよね。佐久間が困ってます。そうですね、一番苦手だ。レディー、はい、まず泡立て。あ、泡立て。泡立ったら
こうやって積み重ねとりあえずもう今度泡を入れていくそうだそうしよう俺も合わせて今日滑らない話見ればかなり見えたうわっそんなに良かんじゃんちゃんと考えてくださいね話もはいもちろん負けてるよ俺らやば負けておりますそろそろ聞いていきたいと思いますじゃあまずどうしようかなそしたらじゃあ水くんにしようかなわかりました僕ちょうどあの昨日キングのプリンスの高橋海人君とご飯に行ってまして、はい、明日 YouTube 何やんのって話をした時に、はい、この企画のことを言ったらキングのプリンス岸優太君直伝の泡立て方があるとほう、はい、すごいほうほうほうすごい泡立つっていうでそれもこうやってひたすらやるらしいんですよ海人君もやっててで本当に泡立つんですよそれは、うん、泡立つんですけど岸君がそのバラエティ番組で、うん、特技で、うんこれをやったら、全然泡立たなくて、うん、僕らよりしたら岸くん岸くん緊張してたんでしょうね本番でやさ、本番で岸くんがひとすっくってる時間がすごい滑らんな滑らんな見てるじゃあ次どうしようかな、ね、じゃあ次の次は次山崎ちゃん私エピソードとかでいいんだけど、うんまあ、今の気持ちだよね今の気持ちで今の気持ちですごいほう今の気持ちこれやっぱ泡じゃん、うん、泡でやってるじゃん泡で対決してるじゃん、うん、やっぱどうしてもやっぱあの石器水の石器水さんのセットをいただきたい、うん、でこの優勝っていうやっぱりアワードをいただいて優勝したいアワードをいただいて泡のアワードねわかるアワードってさあということで終了じゃあちょっと測らせていただきますねはいお願いしますじゃあうまそうだはいいきますねはい20.5 おおまあ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 じゃあこれが基準になるわけだよね、まあ、そうだね今後、ね、井上ペア、はい、上がらせていただきます、はい、降りていくあまだ降りていく突入しますいや順調はい 14.75 これはってことはこれどっちだどっちだこれどっちだ違う明確な数字が出てるわそうねということはどっちだえイガリ佐久間チームの勝利いや素晴らしいやった勝利したガリガリ佐久間チームにははいセクシーさんの詰め合わせセットはいこれをプレゼントしていただきますマジで羨ましいありがとうございますうわめっちゃ入ってる見して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 こんないっぱいマジかやば嬉しいこれえめっちゃ良くない手洗ったじゃないですかもう顔が洗いたくてしょうがないなんか試してみたいあもうねそう確かに顔がゲットできなかったから今日は自費で買って自費で買ってくらいそう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 コンビニで買えますからねそうそう買えるんだはいでも単純にためになったよねなんかあの洗顔ってこうやってやったらねやっぱりゲーム性はあったけどやっぱ泡立てるって女性の方とかも気にしているところだと思うんだよね技術があれば手だけでできるということで以上ハイガイジェッツでしたーありがとうございましたいつまで襟立ててんの普通にこれは次の動画まで立ててすごい台に空いてるしやっぱり改めて泡を立てることだけに集中してみるとやっぱ泡ってすごいさっぱりするじゃん終わった後だからこれから春夏であったかくなった時さらに気持ちよくなりそうだなと思いますうんまあ確かに